はい、タコと杉浦太陽です。さあ今回はですね、あるものが届きまして、ちょっと久しぶりに着てみようかなと思いまして、ちょっとお見せしますね。今はちょっとタンクトップですけどもね、ちょっと朝のトレーニング後ですけど、なんとこんなものが届きました。こちらはですね、僕のウルトラマンコスモス時代の隊員服ですね。チームアイズ、これ僕のウルトラマンコスモスのチームのマークですね。チームアイズ、ジアイズ、慈愛のチームですね。ちょっとこれを久しぶりに着て、春の武蔵という役をやっていたんですが、武蔵に戻ってちょっとこのコスモプラック、これ僕の変身アイテムですね。これ声が出るんですけども、遊んでみたいと思います。久しぶりに変身するぜ。それではスタート。ターチャンネル。さあ、まずはちょっとこのね、いい感じに仕上がってますけど、このタンクトップから、武蔵隊員になりたいと思います。よし、ちょっとね、もうタグついてるけどつけとこう。これね、なんか販売したらしいんですよ、バンダイさん送られてきて。みんなもこれで武蔵になれる、チームアイズに入れるよなんてね。まあね、ウルトラマンいいね。待って、あ、いいんじゃないですか。これで締めたらもう武蔵したいんです。キュッと、ほら、でここもキュッと締めて、キュッと締めて。はい、どうも、春の武蔵です。出てたさあ、これで懐かしいな。この完成度がすげえ高いんですよね。僕当時これで19歳、20歳、21歳までずっと毎日着てましたけども、本当に質感もすごく似ていて、本来ね、こちら、ここに穴が開いて、でここからあのマイクがこうピッて見えて、音声さんがここから声拾うみたいなことをやってましたね。いや、懐かしいな。これあのウルトラマンガイアとか、あのティガー、そしてダイナ、ツルちゃんとかね、みんな隊員服あるみたいなんで、みんなね、これ宝物ですよね。やっぱ着るとちょっとしっくりきますよ。いやー、でもね、ウルトラマンコスモスから、もう19年経ちましたかね。僕も本当に5歳の頃にあのウルトラマンになりたいって七夕に書いたんですよ。ウルトラマン太郎が好きで、ウルトラマンは19歳ぐらいからやっていて、でオーディション自体が僕もね、いっぱいオーディション落ちてきて、本当にやっと受かったウルトラマンなんですけども、16歳でデビューして、19歳でウルトラマンになって、で20歳にちょっとなる前にウルトラマン撮影が始まったんですけど、第1話のオンエアがその年の7月7日七夕だったんですね。本当に5歳の頃に書いたウルトラマンになりたいっていう夢が、本当に20歳の七夕で夢が叶ったっていう、本当にもう僕の中では奇跡が起きたと思ってるんですけども、本当に僕の中で一生大事な作品の一つです。いやー、いいですね。でコスモスという作品はね、怪獣を保護して決して倒さない、それに取り付いた悪いカオスヘッダーというウイルスを浄化するというね、作品なんですけども、その時にね、こちらですね、変身アイテム、コスモプラックというんですけども、これ押すとね、あ、音楽も鳴りますね。ピッ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 、はい、これでこれがね、変身する奇跡というね、石なんですけども、もうずっと音楽鳴んな。これね、おもちゃなんですよ、ウルトラレプリカっていうね、僕の変身アイテムのレプリカなんですけども、僕が声を取り直して、で実際僕の声も、あ、コスモスさん、コスモスの声の方ももう一度取り直してくださって、あ、嬉しいな。で僕もちょっとね、悩んだりするとこういう声を聞いて、コスモス、僕はどうしたらいいとか聞きながら、本当にね、ちょっと心に染みるんですよね。押しますね。勇者になりたいんだ、ウルトラマンコスモス。これは初めて
僕がコスモスに変身した時のやつだ。ウルトラマンコスモス、いいね。チピン。これ1話から最終話までの声が入ってて、で映画版とかも入ってるんですよ。これで変身してどんどんボタンを押していくとね、僕がウルトラマンになったってこうね、取り直したわけですよ。当時の記憶を振り返りながら、これは武蔵、諦めるな武蔵、うわー、うわーって言ってこい、そんなはずは、そんなはずは、こうなったらコスモスの力で、懐かしい武蔵、何ですか？コスモス。コスモス。このロボットに敵意はない。このロボットに敵意はない。重要なことだ、武蔵。イゴマスですね。これ当時見てくれてる人いるかな？今の子供たちでも見てくれてる人、子供たちいるってね、結構声かけてくださるんですけど、あのコスモス見てると、そのコスモスを見ながらこれで遊ぶとすごく感情移入すると思うんですよね。これ。これオープニング曲ですね。いいですね。はい。これ間の CM 入ってるやつですね。おお。ザキーン。この音楽を流しながら。ボタンを押していくとどんどんコスモスって変身してるね。ちょっと音止めて。ウルトラマンコスモス、あなたでもそれじゃ合図が何のためにあるかわからない。コスモス、コスモス、怪獣を守るためにも必要なのは力なんだ。これね、28、29、30話ぐらいのエクリプスモードに変身する前の葛藤しているシーンですね。これ初めて力を信じすぎて、力を求めすぎて初めて怪獣を殺した、殺してしまった話ですね。エリガルをね、僕もちょっとすごく葛藤しながら撮影に挑んで、すごく悩んでた時期ですね。これなぜなぜコスモス、僕が力を求めすぎたのがいけなかったのか、力を優しさを消してしまうのか、返事をしてくれ。これエリガルを倒してしまった後のシーンですね。俺なんかもうずっと当時やってたから今ので絵が浮かぶんですけども、ね、コスモス見てくれた人も浮かぶのかな。いいですよね。こっからエクリプスになるんだな。コスモス、今の僕に何ができるかわからない。だけど苦しんでいるエリガルを助けたい。今度こそ助けたいんだ。今度こそ助けたいんだ。コスモス、コスモス、お願いだ。もう一度チャンスを。コスモース。これでエクリプスになった。こうやって思い出を振り返るとね、もうずっとエンドレスになりそうなので、まあこの1話からラストまで入っているので、この続きをまた僕遊んでますので、この続きを見たい方はまた次の動画で、コスモス好きの方ぜひ見てみてください。それではまたね、本当にウルトラマンコスモス来年は20周年でございます。いやー、僕もねちょっとワクワクするんですけども、いろんなイベントしたいなと思っております。それではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さあこの後も遊びますか。というかもう感情移入しまくってるんで、ちょっとすごいです。あの本当に1話からラストまで楽しめる感じになってますので、まあ、映画版もありますので、またこの僕のコスモプラック遊び振り返り、また見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。春の武蔵こと杉浦太陽でした。バイ。